では定刻となりましたので、ただいまより始行式を開催させていただきます。まず水野教育長、それから浅野会長、前の方にご登壇ください。ただいまより水野教育長に対し、浅野会長の方から答申書を始行していただきます。府立高校改革の具体的な方向性と、それを踏まえた入学者選抜等の在り方について答申します。令和5年4月13日付で諮問いただきました府立高校改革の具体的な方向性と、それを踏まえた入学者選抜制度の在り方について、別点の通り答申いたします。方向性と、それを踏まえた入学者選抜のあり方についての答申をいたしました。施行できてですね、市民会としての務めを打ち果たすことができたということで、私も大変嬉しく思っています。で、本審議会ではですね、諮問を受けてほぼ1年にわたる検討を行いました。本答申ではですね、より多様化する生徒、保護者のニーズに応える府立学校、そして国の答申に基づいた通貨の改革、府立高校のさらなる魅力化と情報発信力の強化、現状の課題を克服する入学者選抜制度等についてですね、提言を行ったところです。やはり今ですね、生徒が自分に合った学びを選択して、進学先でのですね、学びを通じて社会で生きていくための必要となる資質能力ですね、これを身につけるためには、やはり府立高校全体の教育力の向上と学校の特色、そしてそれに応じたスクールミッション等の作成が必要でなかろうかというような議論でした。特に今回こういった答申をさせていただいてですね、今後学校現場や大阪府の教育省においてはですね、本答申の内容を十分に踏まえて喫緊の課題を解決する、そういった意欲的な取り組み、あとは中長期的な課題に対する取り組み、そういったことをぜひですね、やっていただくということを期待しているところです。私のコメントは以上です。ありがとうございました。水野教育長の方からコメントをお願いいたします。約1年間、その中で10回にわたりまして、この審議会の中で府立高校の改革の方向性について、本当に委員の皆様からは専門的知見に立ちつつ、かつ冷静で、そして客観性のある議論をしていただいたなというところ、まずもって感謝を申し上げたいと思います。我々大阪府教育委員会としましても、この審議会の答申、こちらをしっかりと参考にしつつ、今後大阪府教育委員会としての方針決定の方に進んでいく、そのようなステージになっております。ですので、しっかりとその議論の内容を、私自身も4月以降、聞かせていただいたんですが、大変その視点といいますか、そこが広く、私自身も勉強にももちろんなりますし、委員の皆様の一言一言、そしてゲストスピーカーの皆様にも多様なご意見を頂戴をいたしました。それら全てを踏まえまして、部分最適部分最適の議論ももちろん大切なんですが、大阪府の教育、大阪の子どもたちがしっかりと多様なニーズを持っているわけですので、そこを進路選択できるような、そのような制度設計に着手してまいりたい、そのように思っております。本当に1年間ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、始行式の方を終了させていただきます。この後記者の皆様からの取材に移らせていただきます。から国民取材に移ります。ご質問は本件答申に関するものに限定させていただきます。時間は15分ほどを予定しておりますので、ご協力をお願いいたします。
それでは質問のある方は挙手の上、社名とお名前をお願いいたします。それでは質問のある方、はい、読売新聞さん。読売新聞の三浦と申します。佐野会長にお伺いしたいのですが、まず市議会の中でですね、非常に充実した議論をなされたと思うんですけれども、現状この府立高校について、どのような、こう状況にあるか、その課題も含めてですね、どのように感じていらっしゃるか、そこを改めて教えていただいてもよろしいでしょうか。いくつかですね、市議会の中で出た中で特に一番注目すべきは、子どものですね、生徒ですね、入ってくる生徒のですね、多様性がさらに増したということですかね。ですから特別に課題を持っているお子さん、あるいは日本語がですね、あまり十分でないお子さん、そういう方が結構いらっしゃるわけです。ただそういったね、課題を抱えているお子さんが増えると同時にですね、もっと高校でね、こういうことをやっていたい、将来こういったことをですね、自分は成し遂げたいんだ、そういった希望をね、こう多様に持っている子も結構いらっしゃるわけですね。ですからそういったね、多様な高校に入ってくる子どもたちに対して、やっぱり負のですね、なんか発展といいますかね、そういったものをですね、考えると、やっぱり負の教育委員会がですね、やはりこの高校のですね、在り方自体に、なんかね、変化を求めなきゃいけないということで、そういった意味で、課題、あるいは今後の方ね、前向きな、ですかね、そういったことを合わせてですね、議論して、今回の答申になったということです。ですから何か問題点があるからですね、そこもね、問題点を無料と解決するというような、ね、そういうことをきっかけにさらにいいですね、高校になりたい、そういったことを目指した方針だというふうに考えています。はい、ありがとうございます。続けてもう一点なんですけれども、今回のその議論の中でですね、直接触れられてはいない部分かもしれないのですが、その志願者に関してですね、なかなかちょっとこう、下がってきているというか、なかなかちょっとこう見る方で落ち込んできている需要の状況も見られるかと思います。かつ私学に関してですね、そこはちょっと言って横ばいでですね、ずっと推移してきている部分もありまして、で、そこはちょっと背景としてその無償化制度というところも一つの一因ではないかという見方もあろうかと思うんですけれども、このあたりですね、先生の方でどのように感じ取っていらっしゃいますでしょうか。今申し上げましたようにですね、これは法律が、あるいは資格がということではなくてですね、大阪全体を良くするためにはね、今回の答申の一番最後にも書いてありますが、やっぱりね、両翼なんですよ、こう翼なんですね、2つの。ですから2つが力を合わせてですね、やっているということですから、資格に対して法律がどうするとかね、資格はこういったことをね、やるんだということではない。ですから、答申を読んでいただくと分かりますが、こういった目的のために、入試制度を少しね、やっぱり変えないとですね、うまくいかないといった、そういった方針になっているのではないかなと思いますね。そういった提言をおっしゃつもりです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。MBS 根本と申します。お二人ともにお伺いをしたいことがあるんですが、まず、浅野会長にです。はい、今回の答申の中で一つトピックになるのは、この入試日程の前倒し、前倒しという言葉を使わずに、特別選抜の一本化というところだと思いますが、改めて、この一般入試を2月中下旬頃に持ってきてはどうかというふうな提言の背景、それから期待する効果について教えていただけますか。やはりね、中学校から高校にですね、竹で言うと節目なんですよね、節目。だから節目だけをですね、言うんではなくて、竹の節目地方ですね、ぐんと伸びるための節目になってるわけですね。だから中学と高校のですね、接続の節目をね、きちんとやっていこうということなんですよ。ですから、何かですね、高校に入って、こういったことでですね、そばにいて、おやりなんかがいらっしゃるとかね、そういったことをね、なるべく少なくして、充実した高校生活を送れるようにですね、中学校のですね、立場と、高校の立場でですね、生徒についての情報交換ですね、それをきちんとですね、やる時間をね、取ろうということで、早めにしたということですね。ですから、取る時間をですね、確保するための入試日程の前倒し、前倒しじゃないですけどね、内容だということです。ですから、そういった目的のための手段だというふうにお考えいただくといいかなと思います。ありがとうございます。ます次は水野教育長にお伺いをしたいんですけれども、現実問題、一般入試の日程を2週間程度ですかね、早めるとなると、場合によっては、多分中学校での
教科指導のスケジュールが変わってきたりとか、ある現実的に課題等も考えられるかと思うんです。まあ、その課題と、まあ、それでもこの実際に日程一本化を、まあ、することによるメリットと、どのような見通しを今持たれているか教えていただけますか。はい、やはり今変化に対するものに対するメリットとデメリットというのは当然ございます。もちろん現状に対してもメリットとデメリットがあります。その変化に対してのメリットと変わらないことのメリットをしっかり比較すること、デメリットとデメリットを比較すること。なぜこういう話をするかというと、変えることによるデメリットと今の状態のメリットを比較してしまうと、それはやはりハレーションが多く無用に生んでしまいます。ですので我々としては、今回の答申を踏まえまして、それこそ市町村の教育委員会もろもろ調整説明が必要なステージになってきますので、そこをしっかりと説明をしつつ調整をしつつ進めてまいりたいなというふうには思っております。ありがとうございます。はい、他にご質問ある方。はい、毎日新聞さん。毎日新聞の高瀬と申します。教育庁にお伺いするんですが、今回 の、 まあその入試日程 の、 まあその一本化ということは、まあ、教育庁教育委員会としても、もうそれを踏まえて実施していく方向ということで受け止めてよろしいでしょうか。審議会に対して我々は諮問をしまして、それを今日答申をいただいたというところですので、もちろんこの答申をいただいて、それをいや困難を私たちしませんなんて当然言うはずはありません。しかしその内容を全てこの段階でやりますと言い切れるかというと当然そうではありません。大事なのは客観的かつ専門性に基づいたご議論をいただき、答申をいただいたところを踏まえて我々が方針をこれから設定していく、このようなプロセスに入ってくるという認識で考えています。はい、他にご質問よろしいでしょうか。はい、ABC テレビさん。こちらちょっとお二人に伺えたらと思ってるんですけれども、今回の投資の内容を拝見するにですね、その私学側への影響というのも少なからずやっぱりあるのかなというふうにも思うんです。途中で審議会の中で、私学のですね、草妻さんも呼ばれていらっしゃいましたけれども、まあ、基本的には法律のことを考える審議会だと思いますが、そういったなんていうんでしょう、私学側の意見というのも十分取り入れられたといいますか、私学側についても配慮といいますか、考えられた答申になっているというふうなところを考えでしょうか。そうですね、草島会長さんにですね、一度お話を伺いました。非常にいろんなご意見をいただいた中でもですね、その質疑応答の中でやっぱり今後はですね、私学と法律がやっぱり教育の内容や、ね、学校の特色をです、ね、競い合ってです、ね、まあ、いい教育をしていこうと、そんなお発言もいただいたところです。ですから何かで、ね、私学のお困りに配慮してです、ね、今回も答申を考えたというよりも、大阪全体を良くするために、ね、法律も私学もです、ね、一緒になってです、ね、いろんなやり方を考えていこう、まあ、特に今回は立高校のです、ね、具体的な方向性ということでしたから、答申に書かれているものはです、ね、立高校に関することですけども、そういった私学さんのです、ね、まあ、いろんな前向きな、ね、教育なんかも当然配慮して、まあ、今後やっていくというようなことが答申の根底にはあるかなと思います。今浅野会長がおっしゃったところと同感でして、やはり答申のところで私学さんに対して大阪の教育を支えるこれから、まあ、発展していく両翼であるんだというところが文言として織り込まれたところが全てかなというふうに思います。他にご質問よろしいでしょうか。読売新聞さん。読売新聞の三浦です。教育長にお伺いします。この早ければですね、この導入の時期なんですけれども、2026年度入試という方向性は示されていらっしゃったかなと思います。このあたりのスケジュール感ですね、改めてもう少し考えているかと思いますが、令和8年度選抜以降の導入を目指しという形でご説明もしてきましたし、私自身も議論に対しては一定の最後のお尻というのは決めておかないといけないという、まあ、言い方をしてきたかなと思います。ただ今現在こういう形で答申をいただいて、先ほどから申し上げているようにこれから政策決定に向けて方針決定に向けての調整のステージになってまいります。その時に
この入試制度改革というのは皆さんご案内の通り、先ほど私学さんのお話もありました、市町村の影響のお話もありました、そしてやはり保護者、子どもたちへの影響というものも大きいことです。この影響をしっかり鑑みながら、いつからそれを決定していくかというのはこれから議論をしていくところではあります。ですので現段階で、令和8年度からスタートしますというものではなく、最短であればもちろんそこという言い方にはなるんですが、そこも踏まえてどこからこの変化をスタートさせていくのがいいか、何より周知期間がしっかり適切に取れるのかというのはこれから見ていくところにはなってくると思っております。ありがとうございます。金子社長、今の件補足ございますか。すみません、教育事務室長です。今会長、教育長から、お発言あった通りですね、現時点では答申をいただいたというステージになりますので、そこから、まあ、関係者のお話であったりとか、そういったものをいろいろお聞きしながらですね、中学校現場であったり、そういったいろんなご意見もあろうかと思いますので、そういったものをお聞きしながら、具体的に、まあ、何年度からしていくかというのを決めていく。で、一つ申し上げるのは、まあ、なぜ8年が、まあ、最短かといいますと、今までの我々のですね、例えば高校再編であったり、そういった受験に入試に関わるものについては、だいたい1年半前にお知らせするというルールがありますので、最短であればですね、だいたいこの秋にお知らせをすれば8年度からできるという意味でですね、8年度以降と言っておりますので、何も8年度に決まったわけではなくて、物理的に今、最短でできるのは8年度というような意味ですので、ご了解いただければというふうに考えてございます。はい、他ご質問よろしいでしょうか。よろしいですかね。では、これで会見終了いたします。ありがとうございました。